どうなんでしょうね。あれ、ありえないですよね。いやでも気球用だったら本当に面白いですけどね、気球用の看板。どのぐらいの高度が気持ちいいとか好きとかあります？荒木さんどうでしょうね、まあ、ギリギリ飛ぶのは面白いんですけど、うん、結構気使わなきゃいけないんで、あの朝行ったんですけど雲の上が好きですね。で雲の上でボーッと耐えて、あのボーッとして、あの高ないで静かなところで、低いところは低いところで動きがあって面白いんですけど、結構気使って飛ばないと、シビアに、お、素晴らしい。チェイスカー本当だ、来てるチェイスカーが、いや、もっとかかるかなと思ってたけど意外に素晴らしい。すごいな、こんなギリで、あの普段ピュッと上がったりするときは、後でチェイスカーが追っかけてこれるように、はいはい、あの最後の方は風が緩い時があれば、風が緩いところでちょっとしばらく飛んでるんですよね、はいはい、ビューっていってビューって降りちゃうと、はい、もうどこに行ったか分かんなくなる。浮いてると結構それが目印になって追っかけてくれるんで、はいはい、じゃあちょっとしばらく飛んで適当なところで、はい、ありますんで、ありがとうございます。なんかでも、いや、あの僕が後ろの方に回ったのは、まあトライクで飛んでるからとか思ったんですけど、まあ飛べなかったらしょうがないとでもやっぱり違いますね。普通に追っかけてきてる人ですね、知らない人、その車止めてるで見てるじゃないですか、手振ってる？見える？